大阪城音楽堂は大阪市中央区の大阪城公園内にある大阪市立の野外音楽堂。天王寺動物園の小原館建設に伴い閉鎖された天王寺野外音楽堂の代替施設として1982年5月に開場。毎年7月、8月の金曜日に開催される大阪市音、ウィンドオーケストラの黄昏コンサートをはじめ、 数多くのアーティストのライブが行われる。立志社の就職出陣式にも使用されている。音響覚醒装置の使用にあたっては20字音止めとし、音量は芝布石ピンタワー1において95デシベルを超えないことを規定している。かつては音楽堂のそばに死音の事務局があり、音楽堂の運営管理も死音が行っていた。二千十四年四月の民営化に伴い、 シオンは音楽堂の運営管理から離れ、活動拠点も南港 ATC 内のシオン渚のホールに移転した。その後、大阪市教育委員会の運営を経て、大阪城公園内ご施設の指定管理者、制度一括導入に伴い、2015年4月1日から、電通関西支社を代表者とし、読売テレビ放送、大和ハウス工業、 ダイワリース NTT ファシリティーズで結成される大阪城パークマネジメント共同事業体に運営が移管された。ありがとうございます。